ワイオミングはアメリカ海軍の戦艦。ワイオミング級戦艦のネームシップ。艦名はアメリカ合衆国44番目の州にちなみ、この名を与えられた艦としては3隻目である。ワイオミングはペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・サンズ社で1910年2月9日に寄港する。1911年5月25日に前。 ワイオミング州最高裁判所長官ジェシー・ナイトの娘ドロシー・ユーニス・ナイトによって浸水し、1912年9月25日にフィラデルフィア海軍交渉で初代艦長フレデリック・エル・シャピン大佐の指揮下、収益した。ワイオミングは10月6日にペンシルベニア州フィラデルフィアを出発し、ニューヨーク州ブルックリンのニューヨーク海軍交渉で偽装が完了すると、 1912年12月30日にタイドウォーターエリアに到着、大西洋艦隊司令官チャールズ・ジェバージャー少将の帰還となる。その後バージニア州ハンプトン・ローズで艦隊に加わる。1913年1月6日に出港し、パナマ運河を通過、キューバ沖で演習を行った後3月4日に、チェサピーク湾に帰還した。バージニア・岬で砲撃演習を行った後、 4月18日から5月7日にかけてニューヨーク海軍交渉で修理を及び変更を行う。その後5月7日から24日までブロックアイランド沖で対抗演習に参加。その間の9日から19日までロードアイランド州ニューポートで機械類の故障を修理している。その後1898年2月15日に爆賃したメインの念式典に 参加するため5月28日から31日までニューヨークを訪れた。ワイオミングは6月4日にメリーランド州アナポリスへ向かいアメリカ海軍兵学校の士官候補生たちを乗せてヨーロッパへの巡行を行った。巡行はニューイングランドの沖合で8月後半まで続いた。その後8月24日、25日にアナポリスでセーラーたちを降ろすとワイオミングは ハンプトンローズで、水雷、砲撃訓練を行い、続いて9月16日から10月2日まで、ニューヨークで修理のためドック入りした。修理が完了すると、最大出力で大焼け身を行い、ノーフォークへ向かい演習を再開し、10月26日にヨーロッパに出港した。11月8日に、マルタ島のバレッタに到着した後、バイオミングは地中海を巡航し、 途中イタリアのナポリ、フランスのビレフランシュを訪問した。バイオミングは、フランスの水域を11月末に離れ、12月25日にニューヨークに到着した。その後は年末までニューヨーク海軍交渉で修理を行い、翌1914年1月6日に出港、翌日ハンプトンローズに到着すると、カリブ海の演習に向けての休端作業に3日を費やした。 バイオミングは、グアンタナモ湾及び、グアカナヤボ湾で1月26日から3月15日まで演習を行い、その後バージニア州のヘンリー・岬に向かった。バージニア岬沖の南部演習海域から、タンジール湾で、砲術訓練及び演習を行い、そのまま4月3日まで、規定の活動を行った後、ニューヨーク海軍交渉で修理を行った。 修理は4月4日から5月9日まで続き、それが完了すると、主艦候補生を上官させ、艦隊に合流、その後5月13日にハンプトンローズを離れ、メキシコ水域に向かった。5月18日に、ベラクルスに到着、およそ1ヶ月後に水兵及び海兵隊員がメキシコ港を占領した。バイオミングは、ベラクルスに1ヶ月ほど泊まり、1914年の 晩集に帰還した。途中バージニア岬で訓練を行い、ニューヨーク海軍交渉に10月6日に到着、1915年1月17日まで修理、改修を受けた。改修が完了するとワイオミングは、ハンプトンローズを1月21日に出港し、キューバ水域及び、ハリブ海で毎年恒例の演習を行った。4月7日にタイドウォーターエリアへ戻り、 東部海岸に沿って、ブロックアイランド沖及び南部演習海域で、戦術訓練及び演習を行った。その後は、ニューヨーク海軍交渉でオーバーホールを受けた。1915年12月20日から1916年1月6日まで、オーバーホールを行った後、ワイオミングは南部演習海域で演習を行った。1月16日に、プエルトリコのクレブラ島に到着。 1>, 1月27日にハイチのポルトープランスに到着した。1月28日にグアンタナモ湾ンに入り、グアンタナモ湾、ン、グアカナヤボ湾、ン、マンサニヨコからキューバ水域で4月10日まで作戦活動を行い、その後ニューヨークに向かった。ワイオミングは4月16日から6月26日までニューヨーク海軍交渉で修理を受け、 修理が完了すると1916年の残りはニューイングランド沖、ニューポート、バージニア岬沖で活動した。ニューヨークを1917年1月9日に出港し、グアンタナモアンで定時演習を3月半ばまで行った。3月27日にカリブ海を離れ、バージニア州ヨークタウンに向かう。 アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦したのは1917年4月6日のことであった。ワイオミングは1917年11月13日までエンジニアリング船としてチェサピーク湾に止まった。同日第9戦艦部隊の指揮官ヒューロットマン少将はニューヨークを機関と定め司令官機を形容した。ワイオミング、ニューヨーク、 デラウェア・フロリダは11月25日にイギリスに向けて出航し、12月7日にオークニー諸島のスカパフローに到着した。4隻の土球戦艦はイギリス海域に到着後、イギリス海軍艦隊の第6戦闘部隊となった。ワイオミングは1918年2月6日までイギリス海軍艦隊の一部として戦術訓練及び演習を行った。同日、 ノルウェーのスタヴァンゲルに向かう輸送艦隊を護衛するため、第6戦闘部隊の他の艦及び8隻のイギリス軍駆逐艦と共に出航した。途中ワイオミングは、魚雷攻撃を受けるがこれを回避し、2月8日には無事、スカパフローに帰還した。続く数ヶ月にわたってワイオミングは、依然強力なドイツ高速艦隊の脅威に対抗して、イギリス周辺のパトロールを行った。 1918年6月30日から7月2日にかけてワイオミングは第6戦闘部隊及びイギリス駆逐艦部隊と共に北海に嫌いを付設する連合軍の嫌い付設艦を護衛した。その後ワイオミングはホース湾に戻り他の艦と共に常時ージ5世の越艦を受けた。アメリカ戦艦はドイツの戦艦と交戦することはなかったが共に巡航することとなった。 第一次世界大戦が休戦となった10日後の1918年11月21日、戦闘の停止とともに、ホースワンへ抑留されるドイツ高速艦隊を護衛するため、ワイオミング、ニューヨーク、テキサスアーカンソーは壮大な艦隊を構成した。その後ワイオミングは、第9戦艦部隊の指揮官ウィリアム・エス・シムス少将の、機関として1918年12月12日に、 イギリスのポートランドを出港してフランスに向かった。翌朝、ワイオミングと両艦はブレスト沖でパリは兵会談に出席するウッドロー・ウィルソン大統領の乗ったジョージ・ワシントンと合流した。大統領とその一行の護衛任務を終えると、ワイオミングはシムス・テ督と新任の英国大使を乗せてプリマスに帰還した。12月14日に乗客を下ろし、 ワイオミングは381個の荷物と手紙を積み込むと数時間後帰国の途に着いた。1918年のクリスマスにニューヨークに到着し、ワイオミングは1919 19年1月まで同地に泊まった。1月18日に第3戦隊第7戦艦部隊の機関となり、ロバート・イークーンツ少将が座城した。ワイオミングは2月1日にニューヨークを出港し、 キューバ海域での冬季艦隊演習を行った後、4月14日にニューヨークに帰還した。しかしながら、まもなく再び出航し5月12日には、ニューファンドランドのトレパシー1からヨーロッパに向かって飛び立った海軍のカーチス NC 飛行艇の航路ガイド役を果たした。飛行艇の警戒所及び速攻所任務が完了すると、ワイオーミングは5月末にハンプトンローズに帰還した。 海軍兵が構成を上艦させてサピーク湾から太平洋にかけての巡航を行った後、ワイオミングは7月1日にノーフォーク海軍造船所に入居、同日新たに創設された太平洋艦隊第6戦艦部隊第4戦隊の機関となる。7月19日の朝に艦隊は機関のニューメキシコに引き入られて太平洋に出港し、8月6日に カリフォルニア州サンディエゴに到着した。3日後サンペドロへ移動し、バイオミングは秋まで同地を拠点として活動した。1919年9月15日から1920年4月19日まで、ワシントン州ブレマートンのピュージェット、サウンド海軍交渉でオーバーホールを行った後、バイオミングは母校のサンペドロに5月4日に帰還する。続く数ヶ月間、バイオミングは 南カリフォルニア沖で訓練に従事する。この間の1920年7月17日に、ワイオミングは、戦艦32番から BB-32 へ、看板号が変更された。1941年11月にワイオミングは、砲術訓練艦として新たな経歴を開始した。11月25日に、ノーホークを出港、ロードアイランド州、ニューポートで、 法術訓練を始める。日本海軍が新珠湾攻撃を行った1941年12月8日には、プラッツ隊にあった。練習艦に転換後のワイオミング1942年1月28日に、ノーフォークに帰還2月5日にチェサピーク湾に向かったワイオミングは、太平洋戦争の開始により、同海域で無数の法術訓練を行うこととなった。 チェサピークの襲撃者、チェシピケレーダーの愛称で親しまれることとなった、ワイオミングの勇士はよく知られるようになった。大西洋艦隊の訓練艦として指定された、元度級戦艦は何千名もの兵士に50、後継機銃から5インチ砲までの砲撃訓練の場を提供した。1944年1月12日から4月3日の間に、 ノーフォークで回収を受けたワイオミングは、以前と異なる姿となっていた。12インチ手法等は撤去され、連装5インチ砲が取り付けられた。また、新型の射撃管制レーダーが装備されていた。ワイオミングは、チェサピーク湾に戻り、4月10日から、再び砲術訓練を再開した。ワイオミングが行った、砲術訓練を例として挙げると、 1944年11月には133名の士官と1329名の兵士に対して対空砲撃の訓練を実施している。その月に3033発の5インチ砲弾と849発の3インチ砲弾、1076発の4 0ト、mm、ル弾、32231発の2 0ト、mm、ル弾、66270発の30後継弾、 360発の1.1インチ弾が発射された。ワイオミングは異なる7種類の方に対応するおよそ3万5000名のいてを訓練した。1945年6月30日にワイオミングはニューヨーク海軍交渉に向かい、チェサピークの襲撃者としての経歴を完了した。1945年7月13日に交渉を出港し、カスコアンに入り、 第69根性任務軍の司令官をイリスエリー、中将の指揮下に入る。日本軍の特攻機に対処する戦法を研究するための特別部隊の一席として、標的機や無線操縦機を操作した。第69根性任務軍は1945年8月31日に、作戦開発軍と解消した。リー督が心臓発作で死去すると、 RP ブリス交渉省がその任を引き継いだ。新型射撃管制装置の使用実験をカバーするため、部隊の使用鑑定は増加したが、ワイオミングは1946年まで部隊の中核として使用された。1947年7月11日に、ワイオミングはノーフォーク海軍造船所に入る。1947年8月1日に開役され、艦の乗員と資料は、 ミシシッピに移動した。ワイオミングは1947年9月16日に除籍され、1947年10月30日にスクラップとして売却された。船体は12月5日に購入者であるニューヨークのリップセット有限会社に届けられた。ありがとうございます。